皆さんこんにちは、ミシェルです。本日も遊びに来てくださって本当にありがとうございます。島の4分の1が完成したところなんですけど、完成する頃には秋も冬も過ぎて春になるんちゃうかなと懸念してます。第4弾はエントランスの右側に水路に囲まれた滝が流れるホテルの受付を作っていきます。今回は大きなエリアになっているので、前編と後編に分けていきたいなと思っています。季節を楽しみながらゆったりと進めていきますので、チャンネル登録をして完成まで見守っていただけると嬉しいです。では早速始めていきましょう。エリアに移動していきましょう。あらかじめ一段崖を作っているんですけど、今回は主に崖下をクリエイトしていきます。縦が12マス、横が22マスになっています。詳細は図の方をご覧ください。こんな感じで道引いてみたんですけど、全面赤レンガにしたくなってきたなー。うわー、めっちゃ悩んできた。ちょっと待ってな、ちょっともう消していくわ。変える、もうこの勢いで消していこう。やっと弾けたー。やっとじゃ、やっとじゃ。いやー、もうすーごい時間かかったんですけど、やっぱり赤レンガにして正解やなー。めっちゃいい感じ。じゃあね、ちゃちゃまるがもっと走りやすいように階段と橋設置していきます。久しぶりにセレモニー参加しようかなと思って。めっちゃ久々かも。お願いします。すごい。え、 1,2,3,4,5,6,7、 みんなおる。こんな最高のセレモニー私やってなかった。めでたいめでたい。いや最高、発展お願いまして。うわー嬉しい。みんなの笑顔見れるとか最高のイベントか。いい写真。どんちゃん寝てたよね絶対。ごめんね。いやもう最高、ありがとうみんな朝から。エントランスとのつなぎ目のところをクリエイトしていきたいなと思っています。紅葉樹を2本植えて周りを囲っていきましょう。ここがこのエリアの入り口となっていきます。お城の壁や檻を使ってしっかりと区切っていきましょう。
なかなかいい感じにつなぎ目できたんじゃないかなと思います。横に4マス分滝を流していきます。じゃあね、こっちもやっていきましょう。こうして前から見た時に左右対称となるように流しておきましょう。崖上の正面から見える部分だけ少しクリエイトしておきたいので、こんな感じで道を引いておきます。飾り柱と広葉樹をうまく使うと隙間が見えなくていい感じやなと思います。どうどう、めちゃめちゃいい感じじゃない？滝からすごい自然な感じとマイナスイオンを感じて、めちゃくちゃお気に入りのスポットになってます。じゃあ右側もサクッとね、同じように作っていきましょう。崖下と崖上の正面のところ完成しました。飾り柱の上に何かを置くのめちゃめちゃ可愛いなと思って、今回はハロウィンにちなんでかぼちゃのランタンを置きました。季節によって置くものを変えてもめっちゃいいと思います。滝がさりげなく見えてる感じがめちゃくちゃいいアクセントになってますね。自転車とかバードバスは好きな家具に変えても可愛いかなと思います。次はこの辺りにホテルの受付作っていきましょう。川の端が目立たないように生垣打っておきましょう。タイプライターとキートレイがあるとなんだか受付っぽいですよね。旅行カバンに見立てて置いておきましょう。今回ホテルの受付のために鍵のマークのマイデザインを描きました。やっぱり旅行先でホテルに行くって結構特別なことやと思ってて、非日常が味わえたりとか、どんな部屋に案内されるんやろうっていうワクワクがね、あると思うんですよ。雰囲気だけでも味わってもらえたらいいなと思ってます。ここのエリアのシンボルとしてガゼボを飾っていきます。ここはね、パーゴラでも可愛いかなと思うんですけど、サビ柄やとよりこのエリアに馴染むかなと思ってガゼボにしました。大きい家具を置くと空間がぐっと引き締まる感じがします。じゃあ最後に家具や緑の要素を足して仕上げていきましょう。
じゃあこれにて水路に囲まれた滝が流れるホテルの受付完成しました。ちょっぴり高級なホテルということで、どっしりとした重厚感があると思うんですけど、いつもよりも緑をたくさん足したので、親しみやすい自然な感じが出せたかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。ライトと島クリエイトシーズン2第4弾、水路に囲まれた滝が流れるホテルの受付、いかがだったでしょうか。こんなホテル行ってみたいなと思ってくださった方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどたくさんお待ちしております。また最新情報など発信しておりますので、SNS の方も合わせてフォローしていただけると嬉しいです。次回は後編ということで、この崖上のところをクリエイトしていきます。ではまた次の動画でお会いしましょう。ほなまたねー。